ください。マインデンパリへ行くたんびにこれ1センチずつモデルの背が高くなるんだなっていうのを実感するんですけど、今私どもが商品をこう作るときに全部180センチということを想定してドレスを作ってるわけなんですね。170ぐらいのモデル多いんですけど、一番最高でも178とかね、今回オーディションやってみて初めて180という方が出ましたけど、181っていうのは本当に彼女だけなんですね。それも一人しかいなかった、今回こういう方が出てくだされば非常にデザイナーとしては楽ですし、一番そのことが今までネックになっていたので、今回だけは日本でもこういう人が出てきたんだなっていう感じなんですね。で選ばせていただいたっていうことです。金を意識して、金の流水って言いますよね、この柄。あちらは唐草ですけど、前からやってるこの鶴を、この生地は初めて作ったわけですけど、柄としては一番パリで受けている鶴の柄と併用したデザインにしてるわけですね。先ほど初めて着させていただいたんですが、もうドレスの迫力さに驚いてしまって、もう緊張汗が止まらなくなってしまったんですが、もう本当にこんな素敵なドレスを私なんかが着ていいのかと思うくらい、すごく嬉しかったです。今までアイドル活動をベリーズ工房としてしていたんですが、身長が本当にコンプレックスでして、こうアイドルって可愛らしいイメージが強かったのですが、こうなんていうんですか、身長を自分のこうチャームポイントに変えられる場所がこうやって私にコンプレックスじゃなくしていただける場を、こう桂さんが、はい、私を選んでくださって本当に大変嬉しく思っています。いやもう素直に別人だなと思いました。なんかもう今までアイドルをやらせていただいた時はこうフリフリで可愛さを求められていたんですけど、今回はもう可愛さゼロの大人っぽくかっこよくというだったので、でもどっちかというと私結構かっこいい系の方が好きなので、もうとても嬉しくて、もうなんか全然違う自分にでも驚いています。やっぱりモデルさんって食事がすごく気にされる方が多くて大事だと思っているんですが、本当に食べることが大好きなので2月のショーまでになるべくご飯を減らそうかなとこういう経験がねあまりないっていうことでちょっと心配だったんですけど、でも堂々としてらしたし、多分あれでしょう、これでもうちょっと経験積んだらパリコレにも出られると思います。嬉しいです。